ダウンロードコンテンツ第2弾の3回目になります。さまざまな色のこの赤い色になっている蛮族を退けつつ、世界ランキングスコアでトップを目指すというのをやっており、60ターンで終わるシナリオなのですが、ちょうど今半分ぐらいの31ターンまで来たところです。この蛮族の猛攻を防ぎつつトップ行けたらいいなといったところなんですが、なかなか敵が強くて、まずは敵を追い払うのが大変なんですよね。攻撃力が高いので普通に戦っていると勝てないと。なのでどうしたら良いのかを考えつつ今進めているところです。こうした蛮族がちょうどね、川のところを挟んでいるので、蛮族がそうそう南の方には寄ってこないのですが、だが蛮族を追い払うだけで終わるわけでもないので、その辺りをどうすればいいか。今やろうとしているのは文化と技術、この辺りのポイントを稼げるように建物を建てていこうかなと。だが守るためにもやはりどんどんといろいろ作っていかなければいけないので、そのバランスですよね。ビルニスが攻撃を受けていると。ビルニスはここか。だから同盟国、この3つの同盟国の中でトップを目指すのですが、まあね、特には助けなくても良さそうな気はするけど、いや助けないとダメだったのかな。この北側、ここ都市が落ちたらここの文明なくなりそうですよね。確か2つぐらい都市あったはずなのに、もうすでに1つしかないと。大丈夫かなこの北の都市は。放っておいていいのかどうかもわからないと。どうすべきか。今は北の防衛を固めつつ、南の方でももう一つ都市を作りたいなと。さて、今ウィングフッサーというものが作りましたと。これをどうにか活用したいんですが、活用の仕様が今のところないと。どこかに攻めていくわけにもいかないので、でそろそろ科学や文化増やすものを作りたいなとは思っているものの、舞台を追いかけるか。このオストロスかな、オストロフか。あーっと、開拓者奪われたと。とはいえこれはすぐ奪い返せそうかな。今1部隊じゃユニット倒されてしまったわけですね。ここら辺はもうちょっと防衛しておきたい。ここ攻めてはいけるものの、まあ行くか。周りがね、先が見えたと思ったら木に囲まれていると。ここは川に面しているわけでもないので襲われると怖いかなと。さてそろそろキャンパスとか作っていく
こうか。他にはこの土兵は防衛と、このウィングフッサーも北西の防衛に向けましょう。ここはさらに敵倒していくのもいいけど、まずはレベルアップかな。うん、ここ西の方は今ユニット倒されたか。まあ仕方がない。ここ抑えを作っておけばそれだけで良さそうな気がする。ではここ落としを建設と、そしてここは防衛をしておく。さてここもキャンパスを作ってと、北から続々と敵が、ここら辺は確実に一体一体倒しておきたい。なんとかいったかな。だが4回攻撃してやっと倒せると。うん、この北のところも何を作るかですよね。守りのために土塀作るのも良いけれども、ここは労働者でもね悪くはないとは思うが、キャンパスかな。キャンパス作って科学力上げましょう。新たに作った都市ではまずは兵で守りを固めると。兵は買えないかな。買えるんであればもう買ってしまった方が、うん、買えるのは水車小屋だけだったか。これはまああえて行く必要もないけれども、敵倒しに行きましょう。んー、ビルニス今どうなるか。人は軍隊、そしてマスケット銃兵作られるようになりました。そして人本主義、うん、この辺りは必要ないかな。たとえす、今は大技術者とか大芸術家を作れるようにポイント貯められるようになったといったところ。真剣政治に変えましょう。で蛮族に対する攻撃力を上げてと、あともう一つどこか良さそうなものを、これといってないかな。まあ、適当に置いておきましょう。さてここからすぐに射撃ができると。なんとか土塀も買えるんであれば買っておきたいけど、ん、これは毎ターンマイナス13ゴールドと結構こう金減ってるな。75、80、あ違うか、45と資質はユニット多く作りすぎたか。この使ってないじゃあユニット、ここら辺は破棄しましょう。うん、今のでマイナス3ゴールド分減ったので、だがこれ以上は減らしようがない。ならば頑張って戦った方が良いのか。
強引に前に行くという手もね。北側はなんとかなりそうだと。南はどうか。次目指すのはまたおすすめマークがあれば良いけれども、おすすめマークは見当たらないと。ここ港なんかね、作りようがないんですよね。海に面してないので。この場所は工業化を目指すかな。いや、これ鋳造の方を目指しましょう。射石砲というものが作れるようになります。作るかどうかは定かではありませんが、うん、三角貿易だと交易によるメリットが高いが、このねキャンパスによる効果、化学力プラス100と、これを目指した方が化学力が上がって良いのではないかと。大学を作ってと。ここは武器庫かな。いや、水車小屋作って発展させるか。でもお金がないという、そういえば問題もあったので、ゴールド稼げる施設を作りましょう。うわー、南はひどいことになってるな。ここ一旦退却と。北はなんとかなると。南はこれは これもらえるのか。よしと。労働者今ゲットしましたね。生産は商業ハブ作って、やはり金目当てに動こう。まだ今マイナス15ゴールドという状況ですので、このままでいくと金欠になりそうです。交易はお金もらえるところに行きたいな。オストロフ行きましょうか。途中ね、バン族に捕まりそうで怖いんですけど。南の防衛はどうなるか、ちょいと厳しいか。まだ、へえ、これ作り終わらないと。おっと、今偉人獲得してますね。ここは中に入ってきた部隊を倒しましょう。倒しましょうと言ってもなかなか倒せないと。ここに一部隊を置いてるだけで敵がもう攻めてこなくなってますので、この配置は良かったのかなと。経験稼ぎも兼ねて、なんとか部隊頭数を減らしてと。うん、北は大丈夫と。大将軍採用しましょう。2タイル以内にいる中世のユニットの攻撃力などが戦闘力プラス5と。これは南の防衛に向けたいが、すぐに向けると敵に捕らえられそうで怖い。ああ、別の都市に移動という手段もあったのか。
次は織物工場。これでゴールドかなり多く手に入るので、ウィングフッサーはレベルアップと。今左上の方のゴールドの値がプラス 0.1 まで復活しました。うわー、ちょっと厳しいか。この辺りの防衛なんとか生き抜いたと。そして兵衛がちょうど誕生した。こうなればなんとかね、なりそうだと。土兵を持ってきたかったけど、そこはちょっと間に合わないかなと。これで都市移動させて、ここに移動させれば、効果発揮すると。将軍の。北の守りも盤石と。南だけか。土兵だな、やっぱり必要なの。だから土兵作るぐらいなら銀行とか大学とか作りたいんですけどね。ここも厩舎作っておきましょう。レベルどんどん上がると。ウィングフッサーも南に寄せましょうか。レベルが上がって耐久回復してと。おっと、敵が攻めてきたぞ。そしてまずヘパイストスは巨大な盾を作り上げ、その表面に2つの雄大なる都市の姿を。今射石砲が作れるようになりましたと。とはいえどこかに攻めるわけでもないので、射石砲である必要はないんですよね。射石砲は多分都市とかに攻めるときには有効に働くと思いますけど、そうでないのであれば特段メリットはないのかなと。ウィングフッサーを向けるのは怖いな。来た、部隊来てるな。こんな中にまで。やはりこれ都市は陥落しないのかもしれないですね、首都に関しては。だがこれ守りきれてるということは、スコアは大丈夫か。まだ勝ってるか、ポーランド貴族。我々が研究は新たに、印刷も良さそうだとおすすめになっている。これは海の方は行かなくてもね、ピカ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 光ってるので、ちょっとね気にはなりますけど。弾道学目指しましょうか。で、再び偉人、これは大技術者と。この都市の快適性をプラス1と。じゃあ快適性、どこか悪いところもないので、ここで使ってしまいましょう。もう一回使えるのかな、これは。商業ハブか、土塀か。土塀だな。南の守りをもう少し固めたい。できればね、守るんじゃなくて攻めていきたかったんですけど。この蛮族のね、野営地、
ここまで行けたらよかったけれども。さあどうしようかな。ここでまず前行って、この土塀は次の都市を目指すと。ゴールドは潤沢になってきたので大丈夫そうかな。ここはもう一度技術発動と。これは何回も使えるのかな。まだまだ、あ、行動回数書いてあるのであともう一回使えるということか。大学か銀行か公益賞か。公益賞も良いな。それで文化とか技術のポイントももらいつつで、うん、北もなんとかなりそうか。耐久回復してないところもなさそうだと。生産北の方は大学行きましょう。南、ここに生まれた土兵は首都の方に入れておくと。ここはもうちょっと回復、まだまだわらわらとくるなこれ。だが今現在ランキング自体はねトップですので、このままやり過ごせばなんとかなりそうかなといったところですね。では今回はここまでで終えたいと思います。この続きクリアできるのかどうか興味ございましたらチャンネル登録して次回の配信連絡をお待ちください。このパッと見てこの蛮族の数、赤いの全部蛮族ですけど、まあそれでも他の国が守ってくれてるのでなんとかなっているといったところでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。